はい、こんにちは。こんにちは。はい、豊さん、はい、今年の新人王は誰ですか？ズバリもうまあな、難しいよな、はい、まあ難しくなった最初はね、うん、ああもうこれは大勢で決まりだなっていうふうに、はい、まあ、思った瞬間もあったけど、うん、まあだけど数字を見ていったりだとか、はい、いろいろすると、うん、ちょっと違うかなっていうような、まあ違うとは言わないけど、うん、あ、いや、ちょっといい競争になってきたなっていうような感じがするよね。まあ、そうなんですね。一応今まずセリーグなんですけれども、うん、セリーグの新人王のランキングというか、うん、こういう面々ですよっていうのが出ていて、うん、まあ、例えば、まあ、今言った巨人の大勢投手、ね、はいはい、だったりとか阪神の湯浅投手、はい、から中日の高橋宏斗投手、はい、ヤクルトの長岡選手、はい、で巨人の山崎伊織投手、阪神の西純也投手、はい、ヤクルトの木澤投手、そして巨人の赤星投手などが、まあ、権利があって、まあ、ジャイアンツから何人も出てるけど、はい、まあ、大勢を超えるようなことはないよね、うん、あ、同じ巨人の中で、まあ、例えば赤星だったり、ね、山崎伊織だったり、はい、だから、まあ、ジャイアンツは大勢ということで、はい、まあ、話はしていくけど、はい、まあ、これ、20日か今そうです、9月20日です。20日現在で、はい、まあ、34セーブ、はい、防御率が 2.04、うん、1勝3敗ということで、はい、まあ、ここに来てね、ちょっとね、打たれてるけどもね、そうなんですね、疲れもあるんだろうし、うん、対戦に慣れてきたっていうこともあるよね、はい、バッターたちがね、うん、だけどこの34セーブっていうのはさ、素晴らしい数字で、はい、ルーキーが挙げた新人記録にもう並びそうだよね、はい、だからそういうことを考えると、まあ、すごいなと思うけど、はい、だけどもう阪神の湯浅、そうです、防御率が 1.21、はい、54試合、はい、39ホールド、はい、これもすごい数字だよね。新人でこの数字ってすごいですね。でしかも今ホールド王の状態なので、まあ、タイトル取りそうだよね、はい、で、まあ、大勢も、はい、もうちょっと頑張ればあのタイトルに手が届くというね、はい、今マクガフ、はい、うん、だよね。で高橋宏斗、はい、中日、これね防御率が 2.41、はい、5勝6敗、うん、これ普通に考えたらもう2桁に王手かけてもいいぐらいのピッチャーだよ、うん、で彼が10勝してたら、はい、彼に行くかなっていうような感じはしたけどね。やっぱね、投げてるボールがすごいし、投げるたんびに成長してるし、はい、新人王だから成長なんて関係ないんだろうけども、まあ、数字なんだろうけども、なんかすごくもったいなくてね。そうです、まあ、このままだったら取れないよね。そうですね、この5勝6敗それは大勢とか湯浅にはこう数字的には劣るもん。そうですよね。でも内容的には高橋宏斗っていうのは素晴らしいよ。そうですね、なかなか、まあ、味方の援護点だったり、援護点がね、多分ね2点ぐらいだと思う。2点もないかも分からない、うん、高橋宏斗が投げてる時はね、はい、1安打で負けたっていうのがあるもんな。もうどうしたらいいんでしょうね。いやいや本当にそうですよ、まあ、ツーベース打たれて、はい、引っ張られて、で外野フライかな、外野フライだったかな、まあ、そんなんで1安打で負けたという試合もあるし、はい、で続いて長岡、はい、打率が2割4分4厘114安打8本塁打、はい、いいね。いいですよ、ショートで頑張ってますよいや頑張ってるよ、はい、最初出た時、まあ、バッティングの方はいいなと思ったんだけど、まあ、守備の方がなんかちょっと追いついてきてないなっていうようなことを感じながら、うん、でもシーズンをこう通すことによって、うん、まあ、すごく成長したよね彼もね。ですね、うん、で、まあ、おそらく優勝するでしょ、はい、でそのところのフィールドの中の守りの要が長岡だからさ、はい、俺的には俺ピッチャーじゃないし長岡にやりたいなっていう気持ちはあるんだよ、同じ内野手として。ただ2割4分4厘ではでももうちょっと低い数字で取った人もいるしね。これどのぐらい打率取っておくとちょっと上に食い込めたかなぐらいなんですか。2割7分か、うん、あ、いやショートのポジションさ、はい、やっぱり1年間守り通すっていうのは彼しか守ってないからね、おそらく、うん、はい、だからなあ、そうですね、ちょっと歯切れ悪くなるけどさ、うん、でももう残り試合数が少ないのでなかなかここから打率上げていくっていうのはまあまあ厳しいよね。厳しいですよ、まあ、厳しいけど俺は候補の一人としてしっかり最後まで残っておいてほしいし、うん、まあ、それなりの数字を取ってほしいなって思うんだよね、はい、であと木澤ヤクルトの、はい、3.41、 え、木澤っていう人もいるかもわかんないけど、これ目立たないけど8勝してるんだよ。あ、
中継ぎで8勝3敗、ね、やっぱ高津監督の使い方がうまいというかさ、うん、え、ここで膝行くのって大丈夫っていうようなところで行ったりだとかしていて、それで逆転につなげていくんだよね、膝が抑えて、うん、だから膝ってすごく勝ち運があるピッチャーだなと思ってさ、うん、まあ、やられる時も確かにあるよ、3敗してるんだから、まあ、だけど8勝してるっていうのは立派だと思ってさ、そうですよね、なあ、いや、いろんな苦しい場面で出ていったりとか、本当に競ってる時に出ていったりだとかしてるけどもね、はい、うん、だから非常に木澤も俺は捨てがたいというふうには思ってるんだよね。そうですよね、うん、まあ、今挙げたこの5名がまあまあまあ最終的に、はい、まあ、この、ね、テーブルに挙げた多分の多分この5人に絞られていいと思うんだよね、うん、だから選ばれるのは1人、あとの4人が特別賞、ふざけんな、特別賞はもういらない、もういらない、もういらない、お茶を濁すようなことしちゃいけない、うん、ね、一人だけ、そうです、ね、ということは、まあ、この数字を見てると、まず例えばこの5名で一人ずつカットしていくとすると、うん、まず誰から、お前なんか残酷だな、いや残酷で、多分そうしないと最後一人残せないかなと思って、やっぱ高橋宏斗が落ちるよね、まあ、5勝6敗っていうところですよね。そうですか、これは内容的には、はい、新人王もう当確の内容だけどね、俺からすると、うん、ただ数字が5勝6敗ということで、これはかわいそうだな、 2.41 もう立派だもん、ただもう本当に、だからこれがさっきおっしゃってたその受賞の一歩手前、例えば8勝とか9勝ぐらいいって、うん、負けがまあ3とかそのぐらいだったらよかったんですかね。これ本当だったらね、8勝3敗ぐらいでいけてるピッチャー、あー、ちょっと打ってくれれば、そうですよね、まあ他力本願だよねピッチャーってね、うん、打ってくれないと勝ち投手になれないし、はい、だからまあここら辺はね、まあ、かわいそうだけど仕方ないよね、はい、だからまあ高橋宏斗が落ちる、はい、で続いては長岡、おー長岡選手か、いやー長岡じゃないかな、まあでも数字的には長岡なんだよ、やっぱちょっとね率が低い、はいね、そうですね、うん、この中でまあ唯一の、ね、打者の野手、でも言っとくけど俺長岡はゴールデングラブだから、おー、え、今年のショート部門、あ、そうなんですね、うん、おー、じゃあそっちで、だから新人王とか、はい、まあ、ベストナインもちょっと分かんないけど、うん、長岡は俺ゴールデングラブだから、そうか、だからそこでこらえて使わさいやみたいなそう、新人王は、まあまあ、新人王はちょっと我慢してみたいな、一応なんか印象的に、うん、まあ、ヤクルトが優勝っていうなるとやっぱり優勝したチームっていうのが印象には残るけど、まあ残るよね、残るけど、うん、そうだな、村上が目立ってるし、確かに根こそぎ持っていくでしょ、はい、そしたら長岡までっていうのはなかなか難しいかも、うん、そうか、あとはまあ打率ですね、うん、まあ、打率が2割6分、はい、上げたら可能性ある、はい、上げてきたら、うん、2割5分打ててないからさ、そうですね、うん、ただね、ショートのポジションで2割5分打ったら本当すごいことなんだけど、本来がですね、本来は、うん、高岡選手がちょっと厳しいかな、うん、あと木澤、うん、あ、木澤投手、はい、まあ、8勝はしてるけど、うん、やっぱ中継ぎということで、はい、まあ、印象は全然悪くはないんだけど、うん、まあ、消去法でいくと、うん、やっぱ防御率を比べたときに上位2人にね、うん、まあ、3点台 3.41 ということから考えると、うん、ちょっと劣るかなというね、そうですね、数字で見てしまうとっていうところですよね、うん、でも木澤も頑張ったね、いや今年は本当に、いや本当に頑張ったと思うよ、チームが苦しいよく投げてるしな、はい、さあ残ったのが巨人の大勢投手と阪神の岩佐投手、これは難しいな、おお、これは今喋らないきゃいけないのか、それとも、うん、まあ、岩佐がホールドを取るのか、まあ、大勢が新人記録に並ぶのか、はい、それとも、はい、まあ、タイトルを取ってしまうのか、はい、これによってちょっと変わるかなっていう、ただ、はい、投げてる場面が、うん、湯浅はセットアッパーでしょ、うん、で大勢はクローザーでしょ、うん、このね重さっていうのが多少あるんだよね、これはね記者投票だからわからない人はいるかもわからないけども、うん、ゲームを最後に締めるっていうのがどれだけ大変かっていうのを知ってる人だったら大勢に票をあげるよ、うん、はい、いやいや湯浅で、うん、相手の勢いは完全に止めてるんだと、うん、だから阪神のクローザーは楽なんだっていうような見方をすると湯浅だよ、ああ、投票する人のその意識によって変わってくるってことですね、うん、ただこれ
じゃあ大勢投手が、まあ、新人の記録を例えば抜いたとかになって、はい、ただセーブ王は取れなかった、うん、一方の湯浅投手は分かるよ言わんとしてることホールドを取ったみたいなどうするんですか、はい、それで新人王はちょっとダメとかなるんですか。いや俺はやっぱりね、はい、大勢だと思う、うん、これはやっぱクローザーのしんどさっていうのは、はい、やった人じゃないとわからないと思うけど、はい、やっぱねセットアッパーとクローザーのプレッシャーは全く違う。その中で大勢が防御率 2.04、はい、終盤にちょっと打たれたけども、うん、現在34セーブを上げてる、はい、大勢がいなかったら巨人大変なことになってたから。そうですね、まあチームのことはまあ別に関係ないとしても、うん、まあだけど大勢だな。いやそうかよ。いや湯浅は特別賞でいいんじゃない。なしか、なしか。いやーということは去年も最後栗林投手なのか牧選手なのかでどっちなんだっていうふうに迷いましたけど、やっぱり今年もこのままいくと大勢投手と湯浅投手記者どういうふうに入れるのかっていう。いやこれはもう巨人阪神の勢力図が分かるんじゃない、はい、記者の今のああそれは面白いですね。分かるかも分からないし、はい、まあ2年連続ピッチャーだよね、はい、だから長岡でいきなりまあ長岡も本当に頑張ったもん。まあそうですね、いやみんな頑張ってんだけどね、はい、みんな頑張ってるけど野手の中で一人ねこうやって顔出して、はい、いや長岡の頑張りはヤクルトがショートでずっと悩んでたからね、はい、何年も宮本慎也がいなくなってから、うん、だからそれを考えると長岡がスパッとはまって、まあ、高津監督も変えようかなと思う時も我慢してね、はい、成長させて、うん、その期待に長岡はしっかり応えたと思うよ、うんうん、だからそういう意味では長岡の頑張りっていうのも捨てがたいけどね。豊さんが記者だったら誰になりますか。まあ政党で言うは大勢だな。あやっぱりそうなんですね、うん、そで特別賞ってリコーラに書いてると思う。リコーラにね。リコーラに。まあ湯浅と長岡。なるほど。もし同点になったらこっち入れますよとかね。あげてください。なるほど。お願い事項。カッコして、ね。カッコして、ね。はい、いやでもセリーグ今年はちょっと新勝争いがね本当に面白い今年もですけれども。いやもう本当に大勢がダントツやな、もう誰もおらんなと思ってたら、うん、ね、はい。まあだけど出てくるねやっぱね、まあ、世代交代が早くなってるな。そうですね。はい。で待ってください、パリーグ。はい、パリーグ、はいはい、パリーグは一応水上投手が今一択でしょ。一択ですね。大関投手も大関がさ、はい、やっぱちょっと病気になっちゃったしな、はい、ちょっとかわいそうに。あとは、まあ、隅田投手も一応候補にはいたんですけれども、いや隅田も一勝しかしてないの、まあ、そうですね、うん、あとはあの北山投手ですね、日本ハムの教授な、教授です、教授最初ね先発したりとかありましたけれども、うん、まあでも彼はね本当にビッグボスの下でいい勉強したと思うよ、はい、そうですね、やっぱね使い続けてくれた、はい、打たれても使ってくれた、うん、まあこれはね北山は本当に感謝しなきゃいかんと思うよ、本当に勉強になったと思うよ。そうですね、うん、でホークスの柳町選手、柳町な、はい、いいんだけど出てくるのがちょっと遅いよな、ちょっとそこが遅かったかな、うん、まあ、怪我人の影響もあって、はい、出たり出なかったりはしたんだろうけども、はい、ちょっとな、ちょっと試合数が、そうですね、足りないな。あと同じく、ソフトバンクホークスの野村勇選手、いいな彼は、うん、これからなんかどっかのチームに欲しいな。どっかのみんなの、いや俺が架空のチームに。何ですかそれ。いやものすごく足も速いしパンチ力があるしさ、はい、バットのヘッドの使い方ってルーキーじゃないような、うん、なんかそんな扱いをするよねバットの。そうですね、あんな魅力あるな。あと日本ハム2選手、今川選手と上川畑選手も、上川畑な、まあ、試合数がちょっとねちょっと足りない、はい、まあ、サヨナラ打ったりだとか、はい、まあ、勝負強さを見せてるけどもね、うん、まあ、守備はうまいし、はい、言うことないんだけど、あのこれも試合数が足りないのと、はい、まあ、今川な、はい、お前俺のインスタフォローして、え今川選手はですか、ゆたかさんの、俺がフォローしたらフォローバックが返ってきて、よかった、よろしくお願いしますみたいな。来たんですか。来た来た。あら、もう可愛くてしょうがないんだよ。もう心情的にはね、はい、今川だよ。ゆたかさんの心情ですね。心情、はいはい、心情的には今川だよ。もうあの子は本当に可愛いし、はい、
なんか勢いがいいよね、うん、あと喜怒哀楽がすごく出るというか、悔しいとか、まあね、嬉しいとか、うんうん、この前なんか振れ落としてたもんなちょっとそこ勝つで、バカ野郎みたいなそうです、勝つですね、もう落ち込んじゃったからって、分かりやすい、ポンさんに肩だポンかけられるって言葉は分かんねえだろお前多分顔だけで語ってますよね、そうそうそう、きっとね、まあ可愛いんだよあいつはね、はい、まあだけど無理だなちょっと無理ですね、まあ10分打ったけどな、はい、ね、ただやっぱりそうなってくるとパリーグは西武の水上投手が、まあ、これは決まりじゃないの、うん、そこは 今現在でホールドいくつ、今現在でちょっと待ってください、29、うん、まあ29ホールドね、はい、ちょっと少ないの、ホールド数が、そうですね、29、まあまあでもルーキーだからな、はい、だって隅田がさあれだけ騒がれて、で水上が中に入ってみたいな、はい、まあ、その中でね、やっぱ東証王国と言われるようになってきた西武の中の、まあ、一角を担う、うん、まあ中継ぎとすればね、はい、まあ、立派な数字を上げてるよね、まあそうですね、うん、水上じゃないの、水上投手にもうそれでいいんじゃない、なるとなる、おお、はい、さあ、まあ、それ考えると湯浅の39ホールドってすごいよな、そうなんですよ、だからパ・リーグにいたら、うん、まあ、湯浅投手がもうランキング1位になってるのかなって、うん、なんて思うなってるいや去年の牧選手とあの栗林、まあ、投手みたいな、なんか本当にまあここら辺は記者投票だから、ね、まあしっかり投票してほしいな、そうですね、うん、そこはいや本当に、うん、もう全く論外な人を投票する人いるけどもうそういうやつは許さない、まあ、ゆうたかさんはね、うん、そこはもう見張り、みんな一生懸命やってんだから、はい、本当に熟考して1票をね、うん、差し上げてください、はい、お願いします、はい。